イアンブキャナンはスコットランド出身の俳優である。アメリカ三大ネットワーク全局のソープオペラへの出演で知られる。イギリススコットランドの都市ハミルトンに生まれる。10代の頃までは地元のホテルでベルボーイとして働いていた。スペインを旅行中に写真家からスカウトされたことをきっかけにロンドンに移って国際的なファッションモデルとして活動した。 ニューヨークのリー・ストラスバーグ劇場研究所で演劇を学んだ後、1986年からヒルドラ、ジェネラル・ホスピタルにデューク・レイバリー役で出演する。1988年からは、シットコム、イッツ・ガリー・シャンドリング、S 賞にもレギュラー出演し、1990年には、ケージ・コロンボのエピソード、騙されたコロンボで、プレイボーイの犯人役を演じた。 1990年から1991年にかけてはマーク・フロストとデイビッド・リンチが制作、脚本、監督を手掛けたオリジナルシリーズツイン・ピークスでリック・トレメイン役を演じ、1992年にもシットコム・オン・ジェアーの主役としてフロスト・リンチ作品に再び起用された。1993年にザ・ボールド・ド・ザ・ビューティフルの新レギュラーとして昼。 ドラ畑に復帰した。このドラマでは、心理学者のジェームズ・ワーウィック役を講演し、4年連続のノミネートを経て1997年にデイタイム、エミー賞、ドラマシリーズ助演団優勝を受賞している。その後も昼ドラ畑を中心にキャリアを重ね、2005年には、オールマイ・チルドレンの新たなキャストメンバーとなる。2012年には、レイズ・オブ・アー・ワライブスに、 新レギュラーとして加わり、23年前に降板した、ジェネラルホスピタルにも以前と同じ役で復帰した。ありがとうございます。